このね収納バッグがめちゃくちゃよくできてるんですよ。こういうふうに分かれてるんですね。ハンガーをこういうような感じでね、まあ、こういうような感じで収納していただきます。洗濯ハンガー、まあ、ピンチいっぱいついててジャラジャラで収納しにくい、こういうものをこういうふうに収納していただきますよ。布団バサミはこのサイドに収納していただけますよと。洗濯ピンチ、こちらこういうポケットに収納していただけますよというので、もうすっきりと収納ができちゃう。ボタンをきっぱちと外すでしょ。そうするととってもよくついて、これが外す、これ自体が洗濯カゴになる。すごくないこれ。だから洗濯物をこう入れて、これ持っていけばそのままもう干せますよと。